皆さんこんにちは。 JA 三重中公式チャンネルを見ていただきありがとうございます。キズナキッチンの時間です。この番組では JA 三重中所属の食育ソムリエが考案した旬の特産物を使用したレシピを実際に調理していきます。今回のご案内役は大野です。今日も頑張っていきますのでよろしくお願いします。では早速ですが、今回一緒に調理をする三重中アグリタイメンバーを紹介します。JA 三重中管内の農畜産物を PR する三重中アグリタイメンバーの市川です。よろしくお願いします。市川さんは2回目の出演ですね。はい。前回モダヘイヤカレーを作っていただきましたが、その後料理はされましたか？ほとんどしてないです。そうなんですね。では今日も頑張って作っていきましょう。それでは今日使う野菜をご紹介します。今回の食材はキャベツです。市川さん、キャベツはお好きですか？はい、キャベツは野菜の方でも好きな方です。そうですか。はい。それでは今日は楽しみですね。はい、楽しみです。 JA 三重中管内は三重県下第1位の作付面積を誇ります。被災地区の小本駅付近は水田を利用した二毛作が多く、広大なキャベツ畑が広がっています。キャベツは時期によって冬キャベツ、春キャベツと名前が変わりますが、今日は冬キャベツを使用していきます。冬キャベツは冬の寒さにより糖分を蓄えるため、キャベツの甘みが感じられます。もちろんこれから旬を迎える春キャベツでも美味しく作れますよ。キャベツを使って今日は何を作るんですか？今日作るのは何が出るかをお楽しみ、キャベツの宝袋です。名前だけでもワクワクしますね。そうですね。一緒に楽しく作っていきましょう。材料はこちらです。キャベツ1枚、人参 40g、 椎茸4枚、油揚げ4枚、ツナ1缶、うずら卵の水煮8個、花麩8個、かまぼこ8枚、だし汁 250ml、 醤油大さじ2、砂糖大さじ1と1/2、みりん大さじ1です。はい、では調理していきましょう。花麩は水で戻して軽く絞ってください。はい、で続いてキャベツの葉の部分と芯を分けて、葉は千切りに、芯は粗めのみじん切りにします。みじん切りになってない。椎茸は半分に切り薄切りにします。次に人参を薄く8枚にスライスし、花形に抜いておきます。残りは細かく刻んでください。はい、残ったやつ、人参切りにする。はい、薄すぎますね。まあいいでしょう。これはいいでしょう。はい、でこれをみじん切りに。油揚げは2等分して熱湯にくぐらせ油抜きをします。でも、はい、うん、これで何かが変わるのかな。油っぽくなくなる。はい、はい、OK です。ボウルに刻んだキャベツと人参、油を切ったツナをほぐして入れ、軽く揉み込んで水を切ります。油揚げを開き、先ほど混ぜ合わせたキャベツとうずら卵、花麩、花形人参を入れます。時にここの子たちも一つずつ人参さらに詰めてもらって、これいいか入れた。口を爪楊枝で止めるときにかまぼこを挟み、一緒に閉じてください。はい、私が見本を見せますので、市川さんもやってみてください。はい、かまぼこを差し込んで、
破れるな、難しいな。あ、読んだらないですよ。おお。もう斜めに物差しぐらいの感じですね。お手でその間を、おいい感じです。はい、はい、鍋にだし汁、醤油、砂糖、みりんを入れて煮立たせます。煮立ったら油揚げを並べてアルミホイルで落とし蓋をして中火から弱火で10分程度煮たら出来上がりです。でそれでは10分経ったので、開けてみましょう。はい、はい、お、いい感じで美味しそうですね。美味しそうですね。早く開けて食べたいです。じゃあもうそろそろ良さそうなんで盛り付けていきましょう。はい、何ができるかはお楽しみ。キャベツの宝袋の出来上がりです。美味しそうですね。そうですね、食べたいです。食べましょう。はい、はい、木川さん、今日の絆キッチンはどうでしたか？はい、とっても楽しかったです。今日使った具材以外でも冷蔵庫にあるものでアレンジできるのでぜひ作ってみてくださいね。はい、また作ってみます。はい、では今回の絆キッチンが良かったと思われる方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回もまた見てくださいね。バイバイ。何が出るかをお楽しみ。キャベツの宝袋の出来上がりです。美味しそうですね。はい、では今回の絆キッチンが良かったと思われる方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回もまた見てくださいね。バイバーイ。バイバーイ。どうでしょうか。パラパラパラ。